はい、どうもです。こんにちは。ゼロラです。今回は、こちら、バートルスピリッツの、ちょっとね、この間、パック開封動画を撮りまして、バートルスピリッツをね、始めると言ったので、今回は、まずは構築済みデッキをね、買おうかと思って、魔王最短というメガデッキの方を買いました。こちら、アマゾンで買ったので、割引してありましたんで、はい。だいたいね、ポイントとか使ったらだいたい1000円ぐらいで買えたんで、とてもいい買い物をしたなと、はい、思っております。ということで、開けていきましょうか。ワン。わお。すげえ。え、あ、スリーブもついてんだ。すごい。ありがたい。おお。これね。チェックカード。それに、これが、フィールドかな?フィールドに、デッキに、ソウルコアに、普通のコアが、30個ぐらいありそうだな。2つってことは。1つ15個ぐらいでしょ。ここは30個入っていると。ということで、なぜこんなに古いね、ちょっと下に作業化しても。バトルスピリッツをね、大好きな人たちはなぜこんなに古いデッキを買うのかと。これだいたい今年発売したのかな、それでも。でもね、新しいデッキじゃないんですよ、これは。構築済みデッキでもね。でもなんでこれを買ったかっていうと、ただ単にゴッドゼクスがかっこよすぎるという、理由で買いました。ということで開けていきましょうか。ゴッドゼクスね。なんとかの型っていうのがたくさんありまして。よいしょ。素晴らしいんですよ。かっこよい。まずね、一番最初に出てくるのが天の型。こちら転生カードで裏表があるんですね。地の型から転生して天の型。これが2枚。で、これが、ネクサスだったかな。終わりの方。あ、終わりの世界か。おー、これもね、ゴッドゼクスになると。これが2枚。これしかもね、すごいことにね、こちら一番最初のカードが X レアじゃん。X レアはね、もうすでに2枚出ているんですが、さらにこれ、ダブル X レアが1枚2枚と入っていまして、とてもねたくさんの X レアが入っているんですね。まあこの後は全部ノーマルというかレリーフ加工ホロ加工がついてるのかな、ホロ加工がついている素晴らしいカードたちに、さらにね、グランウォーカーまで入っている。さらに、X リアまだまだ出てくる。まだまだ出てくる。やばい。こんなに X リア入ってていいんですか?初心者の僕はね、X リアがこんなにあるのは驚きですね。合計で10枚以上ぐらいは X リアが入っています。説明するところはこのぐらいなんですけども、あとはねスリーブとかを見ていきましょうか。これ何なんだろう、これゴッドゼクスなんですか、ちょっとよくわかりませんが、僕はあまり詳しくないので、もうねこのなんかゴッドゼクスが出た時ぐらいからもうやってなくて、バトスピブレイブまではねやってたんですけどね。はい。あとね、こちらの中にカードが何枚か入ってそうなので、開けましょうか。これ多分ね、チェックカードだと思うんだよね。うん。チェックカード。すごいね。本来のチェックカードは、最近は、こんな感じでね、パックにチェックカードが入ってて、裏面は普通のカードではなくて広告みたいになってるんだけど、こちらのチェックカードはね、裏がちゃんとカード化している。
カードの裏になってるんで、普通にデッキに入れてもね、スリーブがなくてもちゃんとチェックカードが使えるという仕様になっておりますね。はい、まあこんな感じですね。皆さんもうこれが出てかなり経っているので、皆さんとてもねこのデッキの内容は知っていると思うので、あまり解説することはありませんでしたが、今回はねバトスピを始めるにあたって構築済みデッキを買ってみたっていう動画でした。今度のバトスピの、紹介動画、まあ動画はね多分パック開封をやっていくと思うので、よければねそちらも見てくれるとは嬉しいです。ということで、パック開封とかこういうデッキ紹介とかをもっとしてほしかったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でね、なんかどういう商品がおすすめですよとかいうのがあれば、よければねコメント欄で教えてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。